韓国サッカーを、FIFA が追放か。日本的死の外交で、国際的に孤立を深める、パク、クネ大統領に、負けず劣らず、韓国サッカーが、総主観状態に陥っている。はっきり言って、世界中がブチ切れています。先日、アジアチャンピオンズリーグの決勝で、中国、広州恒大の監督として、ソウルを訪れた、世界的名将、マルチェロ、リッピ監督が、韓国人は、失礼極まりない。30年間の監督生活で、こんな、無礼な目に遭うのは、初めてだとぶちまけました。事前に、確保を依頼していた、練習場を、直前で使わせないという暴挙に、ドイツワールドカップの優勝監督が、激怒するのは当然のこと。だが、これは、氷山の一角に過ぎない。10月12日、同じくソウルで行われた、ブラジルとの親善試合で、韓国選手は、サッカー界の若き至宝、ネイマールを二人で徹底マーク。後ろから、ラフすぎるタックルを、執拗に繰り返し、乱闘寸前の、事態になりました。ネイマールが大怪我でもしたら、国際問題になっていたでしょうね。すでに、国家間のバトルに、発展しているケースもある。ブラジルワールドカップアジア最終予選、対イラン戦でのことだ。韓国選手が、イランに血の雨を降らせてやる、と意気込む中、ソウルに乗り込んだイランは、勝利を収めましたが、大喜びしたイラン選手が、韓国スタッフに殴られるという、まさかの事件が起きたんです。事件は、すでにFIFAを巻き込んだものになっており、両国の関係は、深刻な状態だという。他にも、2002年日韓ワールドカップにおける、不正ジャッジ疑惑の影響で、ポルトガル、イタリアなどは、韓国との対戦を拒否しているとも聞きます。国際的に追放される、という可能性も十分にありますね。スポーツにおいても、世界中で、傍若無人ぶりを発揮する韓国だが、この事態をもってしても、韓国の偉大な強さに、世界中が、恐れをなして逃げ出した、とか言い出しそうである。本当に、誰からも相手にされなくなる日は、そう、遠くないのかもしれない。